とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備で行きます。はい。トゥルースシーカー250黄金。まあ、これ、ちょっと前使ってたんだけども、普通に遊ぶ時でもこれ、使ってます。で、コメントもらって、アーティファクトで、エンチャンターの書を入れてみるのはどうだろうかという提案を受けたのよね。まあ、確かに、エンチャンターの書で出てきた蜂、蜂をエンチャすれば、まあ、強くなるよね。で、ここに大体入れてたドラ。ドラは、まあ、基本ピンチの時しか使わなかったんで、まあ、蜂だったらば常時、エンチャンターの書で、エンチャしていけるんで、いいかもしれないね。とりあえず、使ってみます。いや、これね、やばいかもしんない。出ないかも。今回がこれなのよ。チェストが22のシークレット3。ということは、おそらくあと2回以上は、外れなのよ。で、しかもこれ、もう3回目のとこなんで、出ない可能性っていうのも、結構高いな。でもこの蜂はね、いいよ。蜂はいい。まあまあ、蜂はもともといいよ。もともといいんだけども、このね、エンチャがつくと、とんでもないね。めちゃくちゃいい。まず、やけど耐性、やけどの対策にもなるし、クリーパー対策にもなるのよ。あらゆる対策がこれで取れるんで、めちゃくちゃ使いやすい。この、蜂はやばいわ。こういう自分がいけないところでも、蜂を召喚してやれば、蜂がね、そっちに行ってくれるのよ。で、それにね、エンチャかけてやれば、結構ゴリゴリ倒してくれるんで、気持ちよくいける。これはね、すごいぞ。蜂って。火炎がついた蜂だ。ウィッチやって。ウィッチ倒してきて。じゃあ、いいね。よし、オッケー。開けようかな。でもこの高難易度に対しての適性が素晴らしい。はい。エンチャンター打っとい。よし、もうないね。あ、奥にもこれある可能性があるよ。もしかして、ここで、まあ、洞窟が多めならば、何かしら出る可能性っていうのがあるからね。おいおい、とんでもねえぞ。おいおい、ちょっと待て。もうジオマンサーだな、うっといのは。よし。うわ、やば。ちょっと待て、ジオマンサーなんとかしよう。じゃあ888や、いけいけいけ、いったれ。よし、いけ。ほんと結構難なくいけるところがこの蜂の素晴らしいところだね。いや、ないぞこれ。やべえな、今回のダンジョン。洞窟がないかもしんない。鍵発見、ここか。あった！洞窟。でも、外れでしょ？おお！見回り組か。ここはさ、ここは、ちょっと、難しくないかい？ 8 じゃむずいやろ。ここばかりはさ、ちょっとここ装備変えるわ。これ8じゃここはね、おそらく無理。やらなくてもわかる。無理だわ。ここはもう安全に、これでいきます。エレメントの装備でやっていきましょう。これだな。はい。いくぞ！はいはいはい。
こいつがね、とにかく強いのよ。よっしゃー、あっぶね、ちょっと待て、死ぬ死ぬ死ぬ、あ、取らせてくれよ、取らせてくれ、ふざけんなよ。ちょっと待て、うわー、もうテンポセフトとかやめてくれ。うわー、きつ、2回とも霊気出たし最悪だわ。あ、まあまあちょっと見とこう。いらないね、ノーマル品だしね。ちょっと装備を元に戻して、いきます。いいところに出てきてくれたねお前。あー、ちょっと待って、まずここザコ倒そう。うわー、やべ、やばい、8888出て、出た、よし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 、もうこのレースで終わりでしょ。うわ、マジか、エボーか。うわ、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、やっべ、やべやべ、よし、いい感じで OK、 蜂がターゲット取ってくれた。ナイスナイス、しゃあ OKOKOK、 ここ当たんない、ここ当たんない、安全に行こう。いやいや、若干食らっとるし、あっぶね、よし、とりあえず倒そう。痛い痛い痛い、はい、うわ、なかった。まあいいや、とりあえず焦点見てみましょう。さあどうだ、いいのあってくれよ。いや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 、よくないよくない、いや、いらないね。いらないかな、惜しいんだけどね、惜しいけど、なし。ノーマル品ばっかじゃん、ダメ、あ、ノーマル品ばっかりだ。いりません、ちょっともう一回行こう。あぶねえ、入った瞬間襲われた、囲まれた。でもまあ、いけたね。蜂様様だよ。37! これはない可能性が高いぞ。よっしゃ、ようやくはめた。もう出たところにこれをやめてくれよ。ほんと。出た瞬間、わべ、ゴーレムって相当鬼畜よ、あんた。ほんとに。相当だわ、ほんと。あ、やば。やばい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 。倒せるか、よっしゃ。どこや、ジオマンサー。あ、おった。マイクはもう。どうだ、いってる、嘘や、あ、な、なに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 してんの、ボタンミスった。よし。はーい、終わった。また外れか。これさ、もしかしてないんじゃない？チェスト40って。今回多すぎやろ。ほんとに。これ横に行ってなければ、もうないわ。嘘でしょ。うわ、ない。この下もないよね。この下もないよな。見て。ない！うわぁ！ゼロって。まあまあ、最近なんかね、一個もない時って、結構多い気がしません？そんな気しない？なんか俺は結構ね、80% 台とかで行っても、一個もない時って、しょっちゅうある。なんか、確率渋ってある？ひどいなぁ。平均 1.5 人とかになったときは、せめて1体出してよ。ゼロって、ゼロってひどすぎないか。まあ、とりあえずクリアして、お店を見てみましょうか。とにかくこのね、
8にエンチャント、めちゃくちゃ強い。これはいいぞ。せめてお店にはいいのは置いててよ。頼むからね。どうだ。お、冬の指先来た。ねじれたツタは、いらないね。ミス、お！あ！ 6% 吸収が、あーでもな。いや、エンチャント良くないわ。うん、6% 吸収と、ロール時の蜂のスポーンはいいんだ。これはいいんだよ。これは惜しいな。まあ、いいや。こんなもんでしょう。冬の指先。よくないね。いらんね。こう確率でモブを怒らせるって、なんかほぼ意味ない気がするんだよね。あれ、なんか、全然役に立たない気がする。はい。次。ノーマルばっかりやね。まったく、ノーマルばっかりだな。ダメだね。はい。よろしくない、ほんと。最近よくないよね。みんなはどうなの？いいの出る？全く出ないんだな。運だろうけどね。はい。今日はこれ。トゥルースシーカーの、8召喚だね。これと、エンチャンターの書。これを合わせて使ってみました。快適です。これは快適。なので、防具にも、バンブルビーを入れてもいいかもしれない。そうすると、ロールすると、確実に召喚するからね。あ、なら、ん？防具で3、武器で3出るの？ 6 体出るってことかな。まあまあ、どっちにしろ、このエンチャンターの書と8は、相性抜群です。はい。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。